鈴木牧師、北越セップより、移住、水木茂ロードに設置されている、移住のブロンズ像移住とは、江戸時代、現在新潟県にあたる越後国王沼群に出現したとされる謎の生物である。猿に似て、猿にヒズと形容される。越後の合唱、鈴木牧師が1841年に出版した、北越セップ第二編巻四に、 出現記録が載っている。北越セップには、下記2辺の出現記録が記録されていて、いずれもこの地方特産の織物、縮みの生産者たちに伝わる逸話であることが特徴的である。ある年の夏の初めのこと。越後国王沼郡堀内の問屋が、7里離れた十日町の問屋へ急ぎ、白縮みを届けることになり、竹助という男が、大荷物を背負って、使いに出た。 七里の道のりの途中、山中で竹助は一休みして、食事を取ろうとした。そこへ、谷間の根ざさを押し分け、奇妙な獣が現れた。猿に似ているが猿ではなく、頭の毛が背中に垂れるほど長く、背丈は人間よりも大きかった。獣が弁当を欲しいそぶりをするので、竹助は用心しつつも、弁当を分けると、獣は嬉しそうに食べ始めた。安心した。 竹助は帰り道にも弁当を分けてあげようと告げ、そろそろ出発しようと荷物を手に取ろうとすると、それより先に獣が荷物を背負い、竹助の前を歩き始めた。おかげで竹助は苦もなく山道を歩き切ることができた。目的地近くの池ヶ谷村が見えてくると、獣は荷物を下ろして山へと駆け去った。その速さたるや、疾風のようであった。 今より40から50年前のことである。以来、この獣は山を通る者に、しばしば目撃されたほか、人家を訪れて、食べ物をねだることもあったという。先にも出た、池谷村のある者が14から15歳の頃の、話として語るところでは、村娘の中に、問屋から指名で注文を受けるほどの腕前を持つ、旗織名人がいた。まだ冬の雪が残る頃、 家族が全員外出し、この娘が一人で旗折りをしていたところ、家の窓辺に移住が現れた。娘は驚いて逃げようとしたが、作業上の理由で腰と食器等を結びつけていたため、自由が利かず、どうにもできないでいたが、獣は危害を加える様子はなく、ヘッツい側にあるイーヴツを見て、物欲しげにしていた。 娘はこの獣に関する噂を聞いていたので、握り飯を2.3個作って与えてやると、獣は喜んで去っていった。その後も獣は、娘が家に一人いる時に現れては飯を、ねだるようになり、娘も慣れて、恐れを感じなくなっていった。ある日、高い身分の者から急ぎでの縮みの注文が入り、娘が製作に取り掛かった矢先、月水が始まってしまい、 習わしから作業場に入れなくなってしまった。このままでは農機に間に合わない恐れがあり、娘も両親も悲嘆にくれた。月水三日目の夕方、家族が農作業に出た暇に、久しぶりに移住が現れた。娘は甘飯を与えながら、危機的な状況の憂いを獣相手に語った。この時、獣はすぐに立ち去らず何か物思いするような様子の後に去っていった。その夜、 突然娘のおまけが止まり、驚きつつも急いで身を清め、縮みを完成させることができた。父親が問屋に品を収めた頃、にわかに整理が再開した。娘は移住が助けてくれたのだと感じ、人々もこれを聞いて不思議な出来事に思いを馳せた。ありがとうございます。